2022-23 ヨギボーWeリーグ第16節アルビレックス新潟レディース対アイナック神戸レオネッサの試合をお届けします。試合150試合出場の道上と100試合出場の矢田屋のセレモニーもありました。前半の5分です。神戸のシーン、右に開いた土工、エリアの中に入れていきます。田中振り返ってシュート、ファーストシュートを放ったのは田中美奈でした。前半27分です。ボックスの中一つ下げます。後ろから左へ展開して小山のヘディング、小山しのみのヘディングは惜しくも左へそれました。ボール一つ分ぐらいでしたでしょうか。前半32分、新潟のシーンです。伊藤のボール振り返って、失礼しました、ここは一度神戸のシーンでした。田中のシュートを平尾がかき出しました。前半40分その後でしたが、新潟のセットプレーから園田のシュート、こちらは山下がかき出していきます。日本代表ゴールキーパー対決。前半の41分には道上のヘディングが決まって新潟が先制をしました。1-0、新潟がリードをして後半へ折り返します。後半53分、どこからのボール、相川のヘディングがありました。後ろからの難しいボールでしたが首を振ってのシュート。後半の73分、三宅のシュート、クロスバーを叩きました。惜しいシュートシーンとなりましたが、このままゴールをこじ開けることができず、ホームの新潟が今季2勝目を挙げています。